風がすごすぎて寒い、そんな一日でしたけれども、散歩は相変わらず行っております。元気に今日も散歩デイですね。はい、寒いけどワンちゃんは元気、そんなスモモちゃんです。うん、なんだ、なんか見つけたな今かわいい葉っぱをクンクンしておりますけれども、いや、めちゃくちゃ寒いですよね。もう2月になって年を明けて1ヶ月経ちましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ相変わらずずっと寒い日が続いておりますけれども、元気にお過ごしください。カミカミだな、カミカミです。うん、まあでもね、昼間にね、まあ行こうとね、少しでも暖かいうちに散歩に行こうと思っているわけなんですけれどもね、うん、昼といえどクソ寒いですね。うん、スモモちゃんも凍えて震えていますね。うん、でも散歩する元気はあるそうでダッシュしております。いつもけなげに走っております。僕はもう震えながら歩いておりますけれども、寒そう急に寒そう。はい、てなわけで帰宅してまいりましたけど、暖かいお家へ帰ってきて早々水を飲んで水分補給しておりますね。うん、今日もいい運動ができたかな、テンション上がってます。散歩終わりだからかいつもよりテンションが高めで、おもちゃを持ってきております。散歩終わりのおやつを一つどうぞということで、必死に食らいついてますね。もうおもちゃよりやっぱりお菓子なんだねと。うん、食の方がやっぱ優先されるんだね、スモモちゃんの中では。2月も頑張って乗り切ろうね、寒いけど。えいえいおう。ここまでご視聴していただきありがとうございます。なんとチャンネル登録していただくと、スモモがハピネスをお届けしに行くかもしれません。高評価やコメントもお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok も投稿していますので、そちらのチェックもぜひお願いします。